はい、こんにちは、梅です。どうもどうも。はい、今日はですね、2021年の2月3日です。本日2月3日、水曜日14時にですね、3月上旬のディズニーランド市のチケットが発売になりました。3月の12日までのチケットを発売したんですけども、これもあっという間に瞬殺だったみたいですね。これ僕ちょっとね、この時間仕事をしてて、14時ね。でね、 ちょっと仕事中ね、ちょこ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 なんかリロードしたりして、で、ちょっと買えないかどうかやってみたんですけども、これハードル高いね。で、今仕事終わって、今夜この動画を回してるんですけど、これ僕が仕事してるこのコスプレスタジオね。で、さっき見たらですね、3月12日までのチケット全部完売してました。もう終了です。チーンですね。いや、これ働いてる人ほんときついね。 このために有給取らないとこれ多分もう買えないよねいやー恐るべしうんちょっと前まではね普通に買えてね平日だったらねそんな発売日にガツガツじゃなくても普通にねるまるって言って買えたんですけどこれもですねパークのねこの入園者人数限定5,000人になってから要は1月のね 7日8日8あの辺からでですすねねずっと5000人ですよ、ね、でこの5,000人体制になってからもう毎週水曜日ほんとこれきっついですよねうーんでね今このねパークの時短営業とそれからその収容人数制限が3月7日までかなだから3月7日まではまあおそらくこんな感じなんだろうなでそれで3月7日近くに さあ緊急事態宣言どうするまた延長それとも解除ってなって解除ですってなった時に3月7日以降のチケットがドーンと追加販売されると思うんですよねなので当分はまずずっとこの5,000人体制ずっと続くと思います今後ねこれから毎週水曜日発売になると思うんですけど 満州水を発売しても必ず5000枚程度でまず一旦打ち止めにすると思いますそれで3月7日まではとりあえずも5000人営業ってもう決定だからねで3月7日ぐらいのところで緊急,ね緊急事態宣言解除するしないっていう判断がおそらく3月の2日3日ぐらいのところでそういう判断が来ると思うんですよね で7日以降から「会場キャンセルもうなしです」ってなったら3月8日からまたチケットドーンといつも通りいつも通りって言ってもまあ半分ぐらいかなおそらくうーん2万か3万ぐらいまでまた増えると思いますなのであのハロウィンとかクリスマスあの『美女と野獣』とかベイマックスがオープンしたあの頃ですよねあのソアリンの その3倍パスが朝なくなっちゃったってありましたよね <laughs> ま,あまたエントリー受付復活と3倍パス復活ですよあのちょうどクリスマスとかピーク時あのぐらいまで、うん、次の緊急事態宣言解除になったら戻ると思うしまた再延長になったらまたずっとしばらく5000人ですよねおそらく今後そういうふうになるんじゃなかろうかと思われますはいなのでもう毎週水曜これも戦いですよね えー、皆さんいかがでしたかちょっとあの僕はこうでしたでしたってなんかよかったらコメントくださいあと今後に関しても僕はおそらくこういうふうにチケット売っていくと思いますのでそれに関してもなんか思うとこあったらコメント残してくださいはいそれでは今日の動画は以上になります失礼しますじゃあね